こんにちは、美容師のマスケンです。さあ、本日もやっていきましょう。本日の美容はこちらですね。なかなかワイルドな髪型になっていっております。はい、アフターはこんな感じで爽やかショートカットにしていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。爽やかですね。はい、ビフォーアフターこんな感じになるんですけども、今回のポイントはボリュームの位置と、あと襟足の長さを調節する。こんな感じで、ボリュームの、ポイントと、襟足の高さを変えていきます。それでは、やっていこう。はい、まずは頭の形を確認して切っていきますね。今回は鉢がちょっと張っている方だったので、鉢の部分から切っていきますね。これは鉢が張っていて、この鉢の部分をオンベースで引き取って、一番こう短く切ることによって、前から見たときに四角い形にならずに、ひし形のシルエットに持っていきたいために、まずはこの鉢の部分から切っていっております。一番頭が出ている部分を最初に切ることによって、そこを抑えることができるっていう形ですね。はい。で、一番前の部分は後ろにちょっと引っ張って、前の方に長さを残していきます。結構癖がある方なので、前髪の方は短く切ってしまうと結構上に上がっちゃうので、長さをあえて残して、髪の長さを残しながら前髪を作っていくっていう感じですね。はい、この辺まではオンベースで、出ている部分を引き出して落としていきます。はい、で、一番前の部分は後ろに引っ張ってこのように切っていきます。今回はカラーをしないで、毛先のブリッジ部分を切るので、必然的にね、これぐらいの長さは切っていく形になりますね。で、今、鉢の部分を切ったので、この真ん中のセンターの上の部分が、角がちょっと出てくるので、そこを落とします。はい。はい、続きまして、今度は、今の鉢の部分から、その下のエリアを切っていきます。そのまま、後ろに向かって切り進んでいきますね。この辺も頭が出ているところを確認しながら切り進みますね。はい。で、そして頭の、後頭部に丸みを持っていきたいので、ちょっとこの部分は前に引っ張って、頭の後ろの部分に長さが残るように切っていきますね。長さが残らないと、絶壁っぽい人は髪の毛が、なくなってしまいますので、このように後ろに引っ張ることによって、戻した時に長さが、後頭部に残ってくれるっていう感じですね。で、残した長さを今、後ろから切り進んでいきますね。で、ここで襟足の長さ。あとは、頭の丸みから、頭の後頭部のシルエットを作っていくって感じですね。この方結構襟足が下の方まで生えている形になっておりますので、下はかなり削って頭の形をよく見せたいと思っております。はい。で、このように前の方に進んでいきます。後ろのボリューム感を意識して、そこから切り進んでいきますね。はい。アウトラインはね、刈り上げようと思っておりますので、この角度だけしっかり気をつけて切りましょう。はい、こんな感じですね。まだ粗切りですね。この辺は後でもっと短く切っちゃいます。はい、耳のところまで来ました。ちょっと後ろに引っ張っていますね。そして今、耳の裏に作った長さに対して、前の方から、もみ上げの前から後ろに向かって長さをつなげていきます。これも流れを意識して、癖の方なので、癖がいい感じに収まる長さちょっと意識してやっていきましょう。はい、ここもですね、流れを意識して、後ろにボリュームを残したいので、そこに向かって毛が流れていくようにスライスも取っていきますね。はい、このように、ちょっとずつ立ち位置変えて回り込んで切っています。はい。で、反対側ですね。逆サイド行きましょう。襟足の方から。で、ここも切り進んでいきますね。で、このように、バックサイド切るときは頭の後ろの丸みをよく意識して、その延長線上に、顎の形だったりとか、あとは鼻先だったり、どのように、骨格が形成されているのかっていうのを見ながら、後ろのボリューム感を作っていきますね。これぐらいちょっと離れて、切っていった方が俯瞰で見れますので、
全体的なバランスが取りやすいかなと思いますね。あんまり顔をこう近づけすぎないで切るっていうのが、バランスを良くするポイントでもあると思います。はい、このようにね、切り返して後ろの丸みにまたつなげていきますね。直毛の方とくせ毛の方で切り方は結構変わってくると思うんですけども、癖の人はこう、こっちに髪の毛が行きたいぞっていうのがかなりはっきり出てくるので、長さに応じて、毛先のね、まとまり方変わってくると思いますので、しっかり毛が収まる長さっていうのをよく把握しながら切っていくべきですね。やはり長さだけにとらわれて、この長さにしたいって言われたから、その長さにしてしまうと、その方の癖によっては、その長さだと合わない、暴れてしまう長さになってしまう可能性もあるので、そこは、カウンセリングでね、しっかり話し合って、まあ、切ってる最中なども確認しながら切っていった方がいいと思いますね。やはりまとまりがあるところでヘアスタイルを作ってあげることが、完成度が高まる、あとは、お客様がお家でもやりやすいポイントですね。はい、ここで今、横からのシルエットを確認して、いらない部分を戻します。こんな感じで一気に。なくしちゃいますね。はい。これやっぱり横から見て、これぐらいの位置に襟足の長さが来た方がいいのかっていうのを確認してからやりましょう。近くで見ないですね。やっぱこういうちょっと引いたところでバランスを見るっていうのはすごく大事になるんじゃないかなと思いますね。こういうのが分かっていれば、ベースカットの時もどこを重点的に切った方がいいか分かりますよね。今この刈り上げてる部分っていうのはどうせ後で切るっていうのが分かってるんで、ベースカットの時にそこまで細かくやらなくても、省略してできますね。はい。で、頭の丸みを確認しながら。そして前髪いきますね。ここもブリッジの部分はね、もう全部なくしますんで。そこはもうなくすという風なのが決まってるんで、まず切りますね。でそこから、癖の部分がね、どれぐらいの位置でまとまるのかをよく見ながらカットしていきますね。はい。この前頭葉の部分も結構毛が集まりやすいので、ここしっかり短くしてあげた方が、頭が小さく見えるパターンもありますね。ここ前頭葉の部分の頭の長さだったりとか、毛が生えてる、奥行きとかによっても変わりますね。でも絶壁の人は結構この部分のエリアが多くなっちゃって、後ろにボリュームが出ないで、この前の部分だけボリュームが出るっていうことは結構あるので、そういうセオリーなんかも、やっていくうちに覚えていくとは思うんですけれども、よく見ながらやっていった方がいいと思います。で、今回は、癖は一番ね、前髪は長さ残るんで、これ、リペアエマルジョンですね。癖をちょっと、まとまりやすくするトリートメント剤なんかをつけて乾かして、その上でまた前髪をチェックしていきたいと思いますね。はい、乾かします。はい、まだカット終わってないんですけども、しっかりブローをきれいにしますね。まずここで、こういうふうにブラシを使っても癖が出てしまうところっていうのは、かなり、ご自宅でやってもね、癖出ちゃうので。はい、そしてサイドですけれども、サイド切ったんですが、やはりちょっと癖が、気になるかなと。もうちょっとここでうねる感じが出ちゃうと、爽やかな感じが出ないのではないかと。ということで、ちょっと後からにはなるんですけども、ここは2セクションで、ちょっと中は刈り上げようと思います。まあ、刈り上げって言ってもね、激しいっていうよりは、ちょっと軽く、スッキリ感を出すために刈り上げていきました。はい。もみあげの部分がこう、クリクリって、くせ毛の人になりやすかったりするんですよね。それ結構気になる方多いので、まあ、そこも踏まえて、ご相談しながら、刈り上げさせていただきました。そして、髪の量ですね。まだ今のところ空いていません。全く隙は入れてない状態ですので、髪の量が多いところからついていきますね。くせ毛を、すきばさみですくと、バサバサになってまとまらないっていう人もいるんですけれども、正直そう、くせ毛の方をすきばさみですいたからまとまらないんではなくて、それは、技法というか、どこにどれぐらい入れるかが合ってないだけであって、ちゃんと合う場所に入れてあげれば、逆にまとまりやすくなります。その辺もしっかり髪の流れだとか、たまる位置だとか、
まずはそのベースカットですね。このすく前のベースのカットをちゃんと切れてるかどうかが一番大事になってくるので、その上ですくんであれば、適量であれば、むしろプラスに転じることになりますので、お客様がやりやすいように紙のボリュームを調整してあげるっていうのは当然やってあげた方がいいことですね。このあたりも結構密になりやすい場所なんですけども、こう隙間がないと乾かすときもうまく動きません。ワックスつけたりするときも動きが出ないっていうことになりますので、でこのあたりも根元が潰れやすいところは起こしてあげて、で根元がふんわり起きやすいようにしてあげる。こういうのもすごく大事なスキの技法で、たくさん理由がありますね。この短いところも細かくこう入れてますね。潰れるところはすごく細かく。これはセニングじゃなくて普通のハサミでちょん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 って入れてるんですけども、そのことによって軽い感じ、ボリュームが出やすい感じで、上と下のつながり、束感のつながりとか質感のつながりが出やすい、このつなぎの部分ですね、刈り上げから上に対してのつながりの部分もしっかりふんわりできるようにしてあげるっていう感じですね。でこの辺はもう普段どのように朝起きてすいたりスタイリングするかも聞いてやっていきましょう。はい、前髪ですね。はい、ここは本当に慎重に切ってます。どっちにうねるのかを確認しながら、ちょっとひねって、どっち側に切ればまとまりやすいのかっていうのを確認します。うねりやすい方向を見ながら、今、後ろに跳ねてたので前に引っ張って、ダイレクションをかけて切って、こうまとまりやすいようにしました。はい。癖の出方が全然変わりますね、これで。そして重たいところ。不必要に重たいところですね、ここ。前が見えるんですけども、その上の部分が密になっていることによって固まっちゃって、癖を助長しちゃってるんだよね。はい。こんな感じです。あ、それで、ちょっと眉カットもさせてもらいました。前髪切ってさっぱり見えるっていうことなんで、前髪がね、こう短くなると眉毛の印象すごく大事になってきますので、はい。眉カットもいたしました。こんな感じですね。アフター。もうこれ、何もつけてない状態で、もうほぼ完成です。はい。そこで今回はちょっとアイロンで遊びをプラスさせていただきました。くせ毛の人にアイロンするときはまっすぐにするんじゃないかっていうふうに思いがちですけども、今回はあえて癖でまとまってしまう癖に対してこうランダムに外跳ねだったりとかうねりを加えて質感を作るっていう感じですね。普段の癖とは違う質感の髪のテクスチャー、動きを加えていくっていうところをちょっと見てもらいたいなと思いまして、あえて、この短い癖毛の方にもアイロンを使っていきますね。はい。本日使ったワックスは、エレベートデミコスメティックスさんのハードワックス10ですね。結構これは硬めですね。このシリーズだと一番硬いワックスになります。はい、根元の方から起こしながら、はい。束感を作っていきますね。やはり空いてる部分が適量であるので、束も適量に束ができて、重たいところはどこにも出ないような感じになってると思いますね。で前髪をちょっとちょこちょこ整えまして、はい。細かいところはテールで。フィニッシュ。はい、いかがでしょうか。ね、全然変わりましたね。かなりかっこいいです。さっぱりして、ね、癖もうまく活かせていると思います。はい、比べるとこんな感じです。アフターはやはり襟足の位置がかなり上がっていることと、頭の丸みも自然になっていること。あとやはり、くせ毛なんですけれども、耳周りだったり襟足が刈り上がっていることによって、爽やかさはプラスしていますので、この辺がやっぱりくせ毛の見えるポイントの良い変化になるんじゃないかなと思います。で、前髪もしっかり切っていることによって、おでこも出て、眉カットによって、さらにイケメンになったんじゃないでしょうか。はい。こんな感じで、ショートカットの、カット動画をたくさん出しております。男性だけではなく、女性のショートカットもやっておりますので、ぜひ他の動画もご覧ください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。